では今日は栃木県の足利市を回ってみたいと思います。お食事とか見どころとかね、いろいろありますね。駅の中はコンビニのデイリーヤマザキが一つ、あと観光交流館、お土産屋さんですね。その先に居酒屋が一つあって、一番奥に移住定住相談センターというのがあります。で、反対側の出口に来ると成田空港行きのバスターミナルがあったりして、ロータリーになってますね。トヨタレンタカーはあそこにあります。まずは朝ごはんで小山のきそばっていうのを食いましょうね。岩下の新生姜そば、栃木といったら岩下の新生姜かな。これですね、これね。それでは足利市駅前にあった小山のきそばさんで朝ごはんを食べて市街の方へ入っていこうと思いますけど、あれですね、まあいわゆる駅の立ち食いそばなんですけど、独特の小麦の多い麺ですね。で、味濃いめ、まあ癖になるっちゃ癖になる B 級のおそばでしたけどね。そこに岩下新生姜、栃木といえば岩下新生姜ですが、それが入ったかき揚げのおそばをいただきました。美味しかったですね。では歩いていきましょう。で、駅出ていきなりここに駅前名店街という濃い建物がありますね、はい、午後1時から営業。この先は行ってもあんまなさそうですね。足利はですね、東武と JR と両方来てるんですけれども、東武線の方が東京から直通が来てるんで、一応メインという感じですね。北千住とか、あと東京スカイツリーとか、もともとの浅草とか、この辺から直通です。で、JR の方は両毛線なんで、一回前橋とか高崎とか経由してこなきゃいけないんで、ちょっとね、足が遠くなりますね。そして駅をちょっと歩くと、もう渡良瀬川ですね。この前を流れているのが渡良瀬川で、そこの趣のある橋は中橋と言います。よく森高さんの歌で歌われてるのはもう一個向こうにあるやつですね。趣がある橋は渡良瀬橋ではありません、はい、で、この川のことで言うと、渡良瀬川というのはやっぱりあれなんですよね、足尾銅山鉱毒事件の川なんです、一応ね。まあ今もう関係なくなりましたけどね。で、当時はやっぱりここら辺は結構鉱毒が流れちゃってたみたいですね。で、田中正造さんで有名な、谷中村の話はこれのもうちょっと下流の方、群馬と栃木と埼玉の県境付近にあります。それは別の動画にしてありますので、そちらをご覧ください。では行きますか。いや、さすが内陸ですね。横浜はちょっと秋風吹いてるんですけど、足利はバリバリの夏です、で、今ですね、この右側に新しい橋脚ができているんで想像つくかと思うんですけども、この趣のある中橋は間もなく取り壊されてしまいます。
なのでこういう作りが見れるのも今のうちですね。これが渡良瀬川ですね。上流の方を見ると鮎釣りをしている方もいます。今ちょっと反対側を撮ってみたんですけれども、鮎釣りしている方いらっしゃいますね。で、あの向こう側に見えてるのが渡良瀬橋です。こういうリペットですね。この形式が間もなく見れなくなります。私高所恐怖症なんですけど、ちょっと怖いものを発見して、この橋脚の下の網から真下が見えてます。高所恐怖症の私には覗けませんけど、ここは JR 両毛線の踏切ですね。JR 単線ですけれども東武も単線です。ちょっと通りから入ったんですけどね、ここにもなんか南銀座名店街というのがあります。名店街好きですねこの町スナックとか居酒屋さんが入ってますね。目の前には街中散策案内と書いてあって、その先にですね、足利の美味しい水、これは後で見るとして、やっぱり足利家の御門ですね。足利家の門が入ってます。ちょっと逆光ですけどね。でさっきのお水の話なんですけども、どうもここは地下水を汲み上げて水道水にしているみたいですね。この水飲み線の前に立てば出るの、特に出ないね。ちょっと今駐車場の地図がありましたんで、ちょうどいいので見てみようと思いますが、中世の歴史薫る足利、まあ足利幕府の足利なんですけどね、足利氏はここから鎌倉へ行って北条氏を打って幕府を打ち立てました。でこの番那寺って読むんですけどね、これ番阿寺がリエゾンして番那寺です。でここが足利氏の本拠地、自宅だったみたいですね、まあ、自宅っていうかお屋敷か。でその前にあるのが足利学校、もうこれはかなり歴史の古い大学で、戦国時代でもこの学校出てたら採用してもらえたとか、そういう話があるということですね。はい、それから今度こちらに織姫神社っていうのがありますけども、これはあの彦星と織姫の話をしているのではなくてですね、あの昔足利が繊維の町だったんですね。その時の繊維の姫ということで足利織姫神社と言って作られたようです。で、縦と横の縁結びということで、縁結び神様と言われてますね。では一個一個言ってみましょうと思ったら、もっとなんか詳しい地図が出てきましたけど、なんかいろいろ落書きされてますね。これはこれでリアルなのかな、地元のリアルな落書きマップです。こちらは八雲神社さんですが、あの森高さんの歌に歌われてるのも八雲神社なんですよね。でこれはあの足利学校のそばにあるやつなんですけど、結構あちこちに八雲神社ってあるんですね。どういう言われなのかちょっと調べてみないと分かんないですね。と思ったら何か書いてありました。渡良瀬橋と私、ちょっと暗いかな。
ここが万那寺の表参道ですね。そういえば足利といえば相田みつをさんの生まれた町でもありますね。足利警官大使、足利高森さんがいるんだ。ここにもさっきと同じような水の岩がありますね。今度は出んのかな。出ないよ。出ませんよ、足利市の水道局さん。こう書いてあるんですけどね、ココファームワイナリーって言えばあれですね、足利でやってるワイナリーですね。ただちょっと山奥すぎて行けないですけどね。ここで売ってるんだったらワインでも買っていきたいところですが、あれ帰れんかった。はい、万那寺ですね。万那寺はお寺でもありますけれども、足利の邸宅跡でもあります。まあ、半ばね、城みたいなもんなんで、それなりの作りですよ。ではちょっと入ってみましょうか。まずですね、これ太鼓橋になってるんですけれども、もうね、早速堀がありますからね。ここからね、鎌倉行ったわけです。ではもう一回ちゃんと渡りますね。これ上には天井を見てみてください。で、立派な山門ですね。あそこが本堂ですけれども、国宝なんですけどね。で、お寺の中の伽藍配置を見てみると、山門くぐって正面に本堂があって、左に経堂、奥の方に恵比寿堂とかがあって、北門に至るようなこういう伽藍配置みたいですね。で、ここに鐘があるんですね。ちょっと見てみましょうか。重要文化財で、お堀があるんだけども、この横に土塁もありますね。よく見たらね、これ多分昔からあるんじゃないかと思います。ちょっと木の陰に隠れて木には見えませんが、これが鐘ですね。これなんて読んだっけ、主楼って読むんだっけこれ、確かちょっとはっきりしませんけどね。これテロップで違ってたら修正しますが、鐘の楼閣主楼。なんかよくよく見るといろいろ面白い感じのものがありますね。ここは確か、でも万那寺って真言宗ですけど、南無阿弥陀仏って書いてありますね。で、この正面にあるのが栃木の名木の大銀杏らしいんですけど、大銀杏があるあたりがやっぱり鎌倉武士ですよね。八幡宮と同じですよ。関係があるのかどうか知りませんけど、ちょっとここ読んでみますか。こちらはよくある多宝塔ですね。よくある土は失礼だけど、ご立派ですね。これいつにできたんだろうな。多宝塔の説明ですけれども、もともとは足利義兼が創建したんですけど、後から徳川綱吉などが、違うか、その母か、その母などが、もう一回修復したという感じのような、再建か、書いてありますね。で、なんでこういうことをしたかというと、徳川の旅でもやりましたけども、徳川家一応名目的には新田家の末裔ということになってます。群馬県のね、世良田の話ですけど。なので、その足利の将を守らなければいけないと
いう立て付けみたいですね。ただあのね、徳川が新田の末裔っていうのもちょっと怪しい話なんであれですけど、それではお参りしましょう。お賽銭向こうなんだけど、どういう順番だ。とりあえずこれを鳴らすのかな。なんかノコギリで切ってるみたいなんですけども、ここは御霊屋、御霊屋で足利将軍をお祭りしてるんですね、ここでね。ちょっとうるさくてすみません。これは恵比寿堂っていうんですか、恵比寿義和さんをお祭りするんですかって、まだご存命ですから失礼ですね。恵比寿というと恵比寿義和さんですよね。で、こんなお堂になっています。子供の関係したものが多いですね。こちらにも鳥居がいっぱいありますので、お約束に手が入りましょう。足利市の館の跡ということなので、反対側も見てみましょう。やっぱりこちらも土塁が続いてますね。で、お堀もやっぱりちゃんとありますね、はい、反対側も同じです。奥の院通りとかあるけど、奥の院なんかあんのか、この先に。ちょっと行ってみましょう。事件地位置なんか書いてあります、見た感じそれらしいものが見当たらないんですが、奥の院って下手するととんでもない遠くにある時があるんで、ちょっと見ましょう。特に奥の院っていうのがあるわけではないんだな。これによるとこの院というのがあったんだけど今ないんですね。この辺りの川崎寺っていうのかなに、この院という称号を与えたという感じのこと書いてありますね。はい、それでは一回お寺を出てお昼ご飯をいただきましょう。今日ランチを食べようと思っているのがこちらの中川さんですけど、あの看板見ていただけると分かるように相田光雄さんの関係するお店ですね。で、こちらには涼しくなる水が出てます。もう一回そばですけどね。こちらでいただこうと思ったんですが、ちょっとメニュー構成があまりにも高いので、こちらは見学ということにしたいと思います。はい、それでは次は足利学校に入りたいと思います。なんかこういう感じのものいただきました。これはナット代わりに貼ってくださいということです。足利学校自体はもう2回ぐらい来たことがあるので、
初めてではないんで大体わかるんですけどね、一応撮るために入ってみました。これ学校、一番古い学校なのかな。吉野聖堂の開寿って書いてありますね。吉野聖堂と何か関係があるのでしょうか。なんか図書館って書いてあります。涼しげな竹林ですね。今度は孔子廟、もあれですね、湯島にありましたね、なんかね。終了。これが寮なんですね。一角だけ。ここに何人いたんでしょうね。1,2,3,4,5,6 畳部屋です。なんか立派な建物が見えてきたと思ったら、白鵬大学足利高校だそうです。こちらが両毛線の足利駅、 JR 足利駅ですが、その並びの銀の皿を飛ばした向こうにさっきのココファームさんがやってるレストランがあります。問題は入れるかなんですけどね。ココスプーン、ビールってありますか。あ、じゃあそれとあと最強焼きのランチを。少なめでいいですね。はい、お酒にお持ちしたて。そうですね。はい、
それではココファームさんのレストランココスプーンさんに行ってご飯を食べてきました。ワイン美味しかったですね。やっぱりね、白ワインでいただきましたけどね。でお料理の方もなんかあのオーガニックというか自然派のメニュー構成で体に優しい感じでしたね。しかしあの心地いい空間から出てきた外は灼熱地獄ですね。これは厳しいです。はい、それでまた散策に戻りたいと思いますね。一回メイン通りまで戻ります。